2002年、兵庫県で衝撃の事件が発生しました。今回はその事件の内容をまとめていきます。本事件の被害者となったのは、神戸商船大学大学院に通う当時27歳の男性浦中邦明さんです。2002年3月4日午前3時過ぎ、浦中さんが男友達の H さんの運転で自宅のある神戸市西区有瀬の県営団地前に送られてきます。車から降りた浦中さんは H さんに別れを告げると家に向かって歩き出しました。その時駐車場にいた一人の男と目が合います。この男の正体は山口組系西脇組傘下末原組で組長を務めている佐藤孝之でした。当時彼は愛人でスナック経営者の女、谷京子と一緒にいたようです。浦中さんと目が合った佐藤は、どこに車止めとるんやと怒鳴って彼の顔面を平手打ちします。どうやらこの県営住宅の駐車スペースは戸数に対して極端に数が少なかったらしく、駐車をめぐるトラブルが頻発していたみたいなのです。突然殴られた浦中さんは激怒して佐藤に迫っていきます。この態度に逆上した佐藤は浦中さんにつかみかかりました。その様子を車の運転席から見ていた H さんが飛び出していき、仲裁に入ろうとします。それでもなお佐藤が暴れたため浦中さんと H さんは二人がかりで彼のことを羽交い締めにしました。この様子を見ていた愛人の谷が佐藤の子分に電話をかけ、応援を呼びます。そんな中、揉み合いになっている3人の姿を目撃した1人の女性が警察に通報を入れました。このタイミングで浦中さんも佐藤のことを抑えながら警察に通報を入れています。そこで彼はヤクザのおっちゃんが暴れてるんですよと言って助けを求めました。この時の通話にはいい加減にしとき、ほんまに殺されるでと怒鳴る谷の声も入っていたそうです。浦中さんは応対した警察職員に対して状況を説明しようとするのですが、最後まで話すことはできませんでした。彼が警察に通報していることに気づいた谷が携帯電話を奪い取って植え込みの中に投げ入れたからです。その後、現場となった駐車場に先に現れたのは警察官ではなく、佐藤の子分である当時37歳の男富谷俊幸でした。乗ってきた車から降りた富谷は佐藤のことを押さえつけている浦中さんと H さんを蹴りつけます。それからほどなくして新たに2人の配下組員である当時30歳の男川原紀之と当時36歳の男阿部森康が駐車場に駆けつけてきました。こうして4人になった佐藤陣営は浦中さんと H さんのことを袋叩きにします。その上で佐藤たちは海に沈めたる、山に埋めたると話し、 H さんを彼の車の後部座席に運び込みました。そして浦中さんのことは富谷の車の後部座席に押し込みます。その様子を目撃した男性が午前3時34分に警察に通報を入れました。ここで男性はもう連れて行かれ、夜で早来たらないかん、時間がかかりすぎやわ、車に乗せられ夜と話しています。この時点で計3本の通報が入れられていますし、最初の通報からはすでに16分が経過していました。それなのにもかかわらず警察はまだ現場に到着していなかったのです。現場に最も近い有瀬交番にいた警察官らは本来1分ほどで迎えるところを仮眠中だった1人が起きるのを悠長に待っていたために出動が遅れています。結局最初に現場に到着したのは有瀬交番よりも現場から遠い場所に位置する神戸西署と伊吹台交番の警察官4名でした。彼らが現場にやってきたのは最初の通報から18分後の午前3時36分頃です。現場に最も近い有瀬交番にいた2人の到着はそれからさらに5分後の午前3時41分でした。パトカーの到着に気がついた H さんは車のドアを開けて飛び出していき、警察に助けを求めます。車に詰め込まれた時点で意識が朦朧としていた彼はその後浦中さんがどうなったのか分かっていませんでした。そのため H さんは警察官に対してその辺りに友人がいなければ車に乗せられたかもしれないと訴えかけます。そのようにして事情を説明する彼のことを富谷たち末原組の組員は警察官から引き剥がして再び連れて行こうとしました。結局ここでの押し問答の末に H さんは保護されたようです。しかし浦中さんは富谷の車に乗せられたままでした。先ほど激しい暴行を受けて彼は意識不明の状態にまで陥っていたため、 H さんのように自力で逃げ出すことができなかったのです。警察官は H さんから浦中さんが車内に監禁されている可能性を示唆されていましたが、君の友達はもう帰ったんじゃないのなどと適当な対応をして車内の確認すらしようとしませんでした。傷だらけの H さんが助けを求めている上に被害者が車に乗せられているという通報があったのにです。
しかも警察官は免許証のチェックで富谷が暴力団組員であることを把握していました。それなのにもかかわらず、警察官は組員らに任意同行すら求めようとしません。そして富谷のパトカーをどかしてくれたら必ず後で出頭するという言葉を信じて事態が収まったと判断してしまうのです。そして組員らが乗ってきた車のナンバーだけをメモすると現場から立ち去ってしまいます。警察官に保護してもらえなかった浦中さんはそのまま車で連れ去られました。それから佐藤らは新たに3人の組員と合流し、組員の数が計6人になっています。そうして頭数を増やした彼らが向かった先は第二神明道路伊川谷インター近くの空き地です。ここは雑木林や資材置き場などが密集する地帯で、正面には立ち入り禁止の看板が立てられていました。そのため空き地の外側から中の様子を伺うことはほとんどできないのです。ここで佐藤と配下の組員は浦中さんをロープで縛り付け、殴る蹴るなどの暴行を繰り返しました。そんな中、富谷が一人で有瀬交番に出頭してきます。そして先ほどの駐車場の件について、わしが一人でやりましたんやと説明しました。警察官らは H さんから複数人の男に暴行されたという話を聞いていましたが、その証言に反して一人でやったとする富谷に対して詳しい追及をしていません。さらに1時間ほどかけて取り調べを終えると富谷を帰らせてしまいました。こうして自由の身となった彼は再び組員らと合流したようです。それからは何度か場所を変えながら浦中さんへの暴行を重ねています。この時彼らは極道の怖さ教えたるなどと口にしていたそうです。数時間にわたる暴行が行われた後に佐藤は配下の組員に対してショベルカーを使って浦中さんを地中に埋めるように指示します。組員らはこの指示を受けて実行しようとしたものの、ショベルカーが人目につかない場所まで入ることができずに十分な深さの穴を掘ることができませんでした。そこで佐藤は浦中さんを川の中に捨ててくるように再度指示を出します。これを受けた組員は3月5日午前7時頃に瀕死の状態の浦中さんを神戸市西区の山間部を流れる川の中に放置してきました。ここでようやく浦中さんは佐藤らから解放されたわけですが、もはや川から出るだけの力すら残っていなかったようです。そして当時の気温は3度でした。そのような中で川に放置された彼の体温はどんどん下がっていき、ついには凍死してしまいます。それから数時間後の午後4時20分頃、川の浅瀬で死亡している浦中さんが発見されました。直接的な死因は凍死だったものの、肋骨がほとんど折られるなどといった激しい暴行の痕跡も見られたようです。こうして本件は殺人事件にまで発展してしまいました。ここで兵庫県警はようやく本腰を入れた捜査に動き出します。そして遺体発見から4日後の3月9日に主犯格の佐藤と殺害に関与した組員らを逮捕しました。それからさらに17日後の3月26日には姿を隠していた谷を逮捕しています。これにて本件に関わった犯人全員の身柄が確保されました。それから事件の全容が解明されていく中で、兵庫県警の職務怠慢ぶりが明らかにされます。これを受けた兵庫県警は4月4日に浦中さんの遺族に対して謝罪し、事件現場にいた警察官らに処分を下しました。しかしその処分の内容は減給3ヶ月や訓戒などといったものだったようです。警察官がしっかりと職務を全うしていれば救えたはずの命が失われてしまったというのに、下された処分が軽微なものだったことから兵庫県警には苦情が殺到しました。その後より詳しい捜査を経て佐藤らは神戸地裁に起訴されます。そうして始まった裁判の中で H さんは、自分がもっとしっかりしていれば浦中君は助かったかもしれない、一人だけ助かってしまって申し訳ないと毎日後悔していると証言しました。事件後彼は心的外傷後ストレス障害 PTSD に悩まされているそうです。後半の中で主犯格の佐藤は浦中さんに執拗な暴行を加えた理由について、ヤクザが堅気の若者に殴られるなんて屈辱だと思ったからと供述しました。こう話す彼に対して検察側は無期懲役を求刑します。また他の組員ら6名には懲役21年をそれぞれ求刑しました。判決公判は事件から約2年半後の2004年8月5日に開かれています。そこで神戸地裁は佐藤に懲役20年、6人の組員らには関与の度合いに合わせて懲役10年から14年、佐藤の愛人の谷京子には懲役3年執行猶予4年の判決をそれぞれ言い渡しました。この判決を受けた弁護側、検察側の双方が控訴しなかったため、そのまま彼らの刑が確定しています。
この刑事裁判とは別に浦中さんの遺族が兵庫県警を管轄する兵庫県と犯人らを相手取って約1億3700万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。一審の判決公判は2004年12月22日に開かれています。そこで神戸地裁は、組長らが浦中さんに対する暴行をエスカレートさせた背景には警察官らの組織的な対応の拙さ、暴力団に対する不適切な対応が大きく影響しているとして、殺人事件と捜査の不作為との因果関係を認定し、兵庫県と犯人らに合わせて9736万円の賠償を支払うように命じました。これを不服とした兵庫県警は最高裁まで争う姿勢を見せています。ですが、それで判決が覆されることはなく、2006年1月19日に最高裁が兵庫県側の上告を棄却したことで一審判決が確定しました。いかがでしたでしょうか。大学院生がヤクザと喧嘩になった末に殺害されてしまった事件、犯人らの中で最も重い判決である懲役20年が佐藤に下されたのが2004年のことで、現在はそれから19年後にあたる2023年です。ただし逮捕されたのは2002年であるため、未決勾留日が刑期から差し引かれることを踏まえると、おそらくは犯人全員がすでに刑務所を出ていることでしょう。事件後に末原組は解散、組長の佐藤は破門されたようですが、以降の動向は分かっていません。なお、遺族が起こした民事訴訟をめぐっては、裁判所が警察の職務怠慢を認めた非常に珍しいケースとして知られています。それではご視聴ありがとうございました。